新しいチャンピオンが今夜決定します。さあ今戦いの開始を告げるゴングが鳴りました。東郷さん、いよいよですね。そうですね、まあ、本当にね、ここまで区間が勝ち上がってきた選手、内容者勝ち上がってきた選手で、しかもディープ生え抜きですからね、はい、はい、さあファーストコンタクト、まずは菊野のローキックです。青木さん、このローキックどう見ますか。はい、そうですね、松本はもっと外して外しての方がいいんじゃないですかね。スピードでは自分の方が上だと語っていた松本ですけども、そうですね、菊野選手は詰めて詰めて打ち合いたいんですけど、松本選手は外して外して打ち合いは避けたいですね。なるほど、打つだけにしたいところですよね。はい、ただ熊本さん、この菊野のプレッシャーというのをやはり感じますよね。はい、そうですね、やっぱこの圧力の結果だっていうのはやっぱり巨人空手で学んだものだと思うんですよね。やっぱり空手ってやっぱ圧力の世界なので、やっぱり踏み込んだ、踏み込んだパンチ、はい、これは今青木さん引き込んだんですか、それとも倒れたんですか。いや、バランスを崩しましたね。あ、そうですか。松本はここで立ちたいですよね。松本と寝技の練習をすることがあるんですけど、はい、立つ技術があるので、案外この展開は松本はそんなに怖くないと思いますね。そうですか。まあ、青木さんとはその YBT で一緒に練習する中ということですけども、はいはい、松本の一番優れている点というのはどういうところですか。そうですね、打ち合いはしませんし、あと賢いですよね。自分の勝負するところをよく知ってる選手だと思います。そうですか、はい、あ、ミドル、さあ踏み込んだ、またパンチ。そうですね、打つだけ、打ち合わないということですね、松本がやりたいことは。はい、菊野選手はとことん男の勝負ですよね。真っ向から行くということですね。真っ向から行きたいですね。さあまた間合いを詰めます、菊野。必殺の三日月蹴り、ロック、だいぶ圧力かけられてますね、これ、はい、熊久保さん、菊野の三日月蹴りですけども、文字通り必殺技と言ってもいいですよね。そうですね、やっぱ総合格闘技でやっぱ使う選手全くいないですからね。その練習というかその対策難しいと思うんですよね。はい、はい、踏みつきますがまた離れます。非常に緊張感があります。ただね、やっぱり極真という空手といえばですね、下段ですから、ローキック、はいはい、一発一発入ってます、入ってるじゃないですか、はい、また効いてくると思いますよ。まあ、極真空手ではこの木製のバットをへし折るほどの威力がありますからね。はい、もうね極真空手は下段回しているとですね、下突きですからね、はいはい、その下段、まあ、いわゆるこのローキック放っていきます、菊野克則。パンチは返す。ちょっとパンチ見られてますね、松本選手のパンチが。やっぱ一発狙いなんで、もっと細かく振ってた方がいいと思いますけどね。はい、はい、そうですね、松本がいつも上手い左のボディも振りたいですよね。そうですね、はい、全然リードなくていきなり一発から入ってくるんで、はい、見られちゃってますよね。ちょっとこの松本得意のパンチが読まれているのか。あとすごい厄介なのが、この菊野選手が前に出す手ですよね、はい、これがやっぱり間合いをより多く取っているので蹴りの間合いを近く取るというですね、はいはい、あれすごい厄介なんですよね。そしてこのプレッシャーをかけるわけですよね、はい、あ、右のパンチ、あ、バランスを崩したが、さあ、キーラが突っ込んでいく、踏みます、そして膝、菊野の膝だ、さあ、レバーに入る、一発に朝入ってきます。青木さん、今の膝どうですか。いいですね。で、松本はここをいなしたいですよね、はい、もっともっとリングを広く使って、こう前を外してもいいと思いますけどね、はい、なんとかその前を外したい松本ですが、先ほどはレバーに膝をもらいました。黒いトランクス、松本浩一郎。松本に組む選択肢があったらもうちょっと広がると思うんですけど、はい、そこが松本の、まあ、打撃だけなので、そこがちょっとしんどいですよね。この菊野選手のやっぱ空手の技がすごい黒だったんですけど、やっぱりレスリングが強いんじゃないかっていう説もあるんですけど、どうなんですかね、青木選手。そうですかね、タック実は入らないので四つがどうなのかなっていうのは分からないんですけど、そうですね、まあ、ちょっと見えてこないですね。練習仲間からは非常にこの寝技も強いと言われている菊野ですが、さあ立ち技で勝負したい松本、アロック。そう、これほとんど1点集中ですからね。さあ入りました、ストップ、ストップ、入りました、入った、パンチが入りました。第1ラウンド残りわずかのネックの決勝、右のパンチが直撃ですね、そうですね、右から左と出しました。キックの強烈なパンチ、勝者、菊野克則。試合
タイム1ラウンド4分32秒、テクニカルノックアウトによりまして福野勝則が勝利。